技、いけ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 よし、いけいけ、これで IWGP も夢じゃねえから、 IWGP じゃねえな、ちょっと待って、違う、それ池袋ウエストゲートパークだなあれ待てよ姉ちゃん、一軒付き合えや新しいバンドみてえになっちまった俺たちバンド組んでんか。ニーニーはやればできる子だよ。そうだよな、分かればいいんだよ。はい、可愛い妹成分をもらったってわけで、ウエッチャー今回もやっていこうか。前回のあらすじは、なんかここにいる美少女の集団が、なんかプリキュアみたいなよくわかんないやつのコスプレをするから、コスプレ大会行きますみたいな、そんな感じでした。はい、ってわけで、行ってきます。よし、じゃあコスプレ大会来たぞ。なんか見覚えあんな、これ。なんだこれ、なんだっけ、先輩、なんか見覚えあったぞ。はい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 。見てください。街中がコスプレイヤーで溢れてますよ。すごい。はい、なんかこんな感じの、なんか際どいタイプのプリキュアだな、なんかな。この格好で人前に出るとかやっぱり恥ずかしいかも。すごい、なんかやっぱりあのお決まりのみんないいスタイルなんだよな。妹さんが作ったこの衣装、すごく着心地が良くて、すごい、なんかあれだね、あのやっぱあの性格と同じで、そのなんかちょっと控えめだね。うん、まあいやでもいいと思うよ俺は。先輩、どうですか知らんけど、私たちのストプリコス。ああ、いいんじゃないですか。あ、ストプリか、プリキュアじゃなかった、ごめんなさい、すいません。はい、俺も混ざりたかった。いや本当にそうだよね、どちらかといえばさ、この主人公がこの服を着てるのをみんな見たいと思うんだよね。はい、今度チヨダンの着ぐるみを作っておきますね。チヨダンって何まあいいや。あんたは着ぐるみがお似合いってことね。うざおー、すげークオリティの高いストプリレイヤーさんがいるぞ。やっぱそうなるよね。いや実際いいもんね。写真撮らせてくださいやだな、なんかさ、こういう人ってあれでしょ、なんかすごい下からとかすごい嫌な角度から撮るんでしょ、こういう人。はいはい、この顔を。じゃあ練習したポーズを。はいはいはい、お願いします。はいはいはい。え、やるのあれ。なになになに。モチのロンです。みなぎる笑顔、ピンクリズム。はい、あ、溢れる希望、イエローリズムまあまあそうだよな。きらめく純真、ブルーリズム。はい、3人揃って秋葉を守る絶対防壁、秋葉少女ストリプリズム。あ、まあじゃあ今回サムネこれか今一瞬なんかいいの映ったもんな、これな。ウィンドウ表示、そうそう、これこれこれ、はい、これスクショ。はい、まあそうだよ、実際すごいもんね。なんか照れるわね。はい、こういうのって。今の私はオーミリリブルーリズム。ちゃんとなりきってるな。しずくさん、役に入り込んでる。しずく、恐ろしい子。ちょっと待ってよ、やっぱさ、これさ、昔のアニメであったよな、このこれ。なんかあったよね、なんかすごい、俺が生まれるよりも全然前のアニメだから名前忘れちゃったけど、え、わかる人いるかな、これ。なんかいたよね、こういうなんかキャラクターの昔のアニメ。まあいいや。ん？え、どうしたのしず、ブルーリズム？まさか来た？来た？あの人たちの中にまがいものが紛れてる。でしょうね。え、こんな時に？秋葉の平和を乱す奴はストプリが許さない。うん、ちょっと戦う？また。ちょっと、しずくってば。戦闘投げんだよ、なかなかこのゲーム。俺バッサリカットしてるからわからないでしょ。あれめちゃめちゃ長いのよ、無駄に。まあでもなんでカットしてるかって言ったら、永遠にスネを殴りつけてるだけなんで、一人ずつ。まあ絵的にあれかなと思って一応カットしてます。はい、いや、お前たちも来てね。え、これ？そこのあなたたち、秋葉の平和を乱すまがい者にそういないわね。わ、これ前回出てきた人じゃん、これ、リンちゃん。なんだ、このコスプレ女。絶対お前には言われたくない。清らかなる水の調べで、このブルーリズムが成敗します。よっしゃ、この爽やかなる草原、グリーンリズムも戦うぞ、一緒に。なんだ？パフォーマンスでも始めるんですかね。はい、よく見ててくれ。これは見物ですぞ、シャッターチャンス。もう本当俺すね殴ってるだけなんよ、マジで申し訳ないけど。いざ覚悟。はい、もうしょうがない、やるか。はい、よし、戦います。あ、よかった、みんないる。いいねいいね、今回は一人じゃない。あ、痛い、ちょっと待って、今回は一人じゃない。よし、こんな感じで、よし、サクッと倒していくぞ。おい、ちょっと待ってよ、お前らめっちゃ息ぴったりで応援してくるじゃん。
あべ、危ない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 。おい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 、めちゃめちゃ応援してくれてるよ。いや、やっぱ絶対見たことあるこれ。なんか、まあいいや。よし、いけいけ、ブルーリズム、必殺ブルーリズムのなんか、あれ、いけ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 、新日本プロレスにも見せてやる、この技。いけ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 、よし、いけいけ、これで IWGP も夢じゃねえから、IWGP じゃねえな。ちょっと待って、IWGP ってなんだっけ。あれ、プロレス団体の名前、IWGP だったっけ。違うんです、それ、池袋ウエストゲートパークだな、あれ。普通に間違えたな、今。まあいいや、秋葉も池袋も似たようなもんだろ。はい、これで A、はい。はい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 。え、BBB、はいはいはい。よし、いいねいいねいいね。え、これで A、はいはい。お、いいねいいね。連続でいってる、連続でいってる、連続でいってる。あ、めっちゃうまくいってる、めっちゃ。え、BBB、はい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 。はいはいはい。え、すげえ。お、待って待って、やばいぞ。めっちゃサクサク、めっちゃサクサク。おい、やばい。わい。なになになに、何のあーだったの。とりあえず倒せた。いいねいいねいいね。あ、やっぱりあの最近ずっと人ほぼ一人で戦ってたから、やっぱ仲間がいると心強いわ。汚ねえ花火だ。クソったれー。よしよし、え、これでB、はいはい、これで全滅。やった、俺を引き、俺が率いるプリキュアで全滅させました。もうお金拾っとこうか。はいはいはい。なんか物騒なもんいっぱい落ちてんな。まあ いや、拾っとこう拾っとこう。あのさ、こういうのって拾っても何に使えるんだろう。ブラボー、おー、ブラボー。おー、めっちゃ盛り上がってるよ。いい余興だったぞ。ストップリ最高。もうコスプレ大会で助かったよ。コスプレ大会じゃなかったらやばいからね、これ。パフォーマンス賞をもらっちゃいました。お、やったじゃん。ほら、さっき実行委員の人からトロフィー送られたですよ。おめでとうございます。パフォーマンスと勘違いしてくれて助かったわよ、本当に。もうあの、俺も童貞のコスプレできてるからね、今日。なかなか面白いかも。それよかった。ですよね、ですよね。じゃあトロフィーを機にモグラに戻るですよ。え、もうコスプレ終わり？待って、ここに俺がこう立つことによって、ちょっと待ってよ。俺がここにこう立つことによって、またなんか俺だけ方向性違えんだよな。え、その服俺も着れない。お、おちょっぽくなった、ぽくなった。新しいバンドみてえになっちまった。俺たちバンド組んでんか。なあ、ほんとに。お前さ、待って待って。ちょっと待って。こんなさ、レベル高いコスプレ大会に、お前やる気な、男、待て、お前男じゃねえか、お前。舐めんじゃねえよ、お前。逃げた、無言で。無言で逃げていった。ああ、そのまま正体持って幸せになれ。ああ、いいね。こういうコスプレ大会とかね。あ、行ったことないな。うん、つかコスプレをまずしたことない、人生で。うん。え、男だよね、これ。え、男だよね。おい。あ、無言だ。声出すと男ってバレるから。徹底してんな。あ、いたしゃじゃん、ほら。いたしゃだ。なんかいろいろコスプレ、これはなんだ？何？俺まだ何もしてないじゃん。どうも、この野郎。この野郎。この野郎。お、いいね、いいね、いいね。この野郎。一方的に殴るのが一番楽しい。どけ。ほらよ。待って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 。こいつモニター持ち歩いてんぞ。おい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 、モニター持ち歩いてんぞ、この栗みたいな頭してるポーズ。どけ。え？あ、やばい、怒った。やばい、やばい、やばい、切れさせた、切れさせたっぽい。やばい、やばい、この、なんか、待って待って、この前澤社長みたいなやつ怒らしちゃった。待って待って待って。まあいいや、しょうがない、やるか。最高だ、脱げ。よし、次は足だな。はい、お得意、お得意のハイスネ殴りタイム入りました。1、2、3、4、5、6、7、8、9。よし、けけけけ。ん？待って待って待って。え、これ、まがいものなの？今、まがいもの、加勢しますって来たけど。え、まがいものじゃないよ。ちょっと待って待って待って。え、待って、まがいものじゃないよ。あー、もう取り返しつかなくなりました。はい、というわけでもうじゃあ戻ります。はい、もう戦いたい人はもうやってください。警察来るんでこれ。はい、というわけでちょっとじゃあいい加減戻ろうか。はい、戻りました。コスプレコンテストでいい成績を残せたんだみたいです。これで秋葉自警団の株も上がりましたね。はい、それはそうと、肝心の秋葉の平和についてなんだけどね。はい、僕たちのパトロールで被害者は確実に減ってるとは思うけど、はいはいはい、ついに新聞にも
事件のニュースが載るようになった。なるほど。僕たちのやってることは決して無駄じゃないと思うけど、今のままじゃ根本的な解決には繋がらないと思う。んじゃあなんかいいアイデア出さないといけないってことだな。誰が何のためにまがいものを生み出しているのか。その源流を叩かなければ根本的な解決にはならねえ。ああ、じゃあもうここでもう大人がこんなに揃ってるんだから、みんなで案を出し合ってね、そのアイデア出し合ってなんとかすればいいと思います。納金だな。お金で解決。奴らのアジトに焦らずコツコツ。俺でも割と納金。敵の本拠地がどこにあるのか分かるのかい？あれでも一回連れ触らわれなかったっけ？組織は場所を転々としてて、どこにアジトがあるか分からないんですよ。現に先輩が改造された事務所も今はもぬけの殻ですし。あ、そうなんだ。あ、そういえばネズミ講みてえだな。前にリンと会った時気になることを言ってたんだよね。何？大資本製薬の社長を信用するなって。ああ、あの1個か2個前の話で俺があの脱がせたやつ。俺が脱がせたやつってワードやばない？リンが。あら、何の話かしら。これでしょ。私を褒めるのは私がいないところでしてね。まあ、絶対違うよ。いえいえ、リンちゃんが社長さんを信用するなって言ってたらしいです。もうこういう素直なタイプが一番悪よ。一周回って。あなたも私のことを信用できないって思ってる？いや、でも結局ね、あの美人は許せるよ。やっぱり美人は得ね、うん、これも人徳の一種かしら。いや本当にそうだと思うよ俺は実際。全然俺はそう思うよ。社内でまがいものの存在を認識してるのは多分私だけ。はい、だけど社内でも勘のいい人間なら事件の背後で何が起きてるのか気づき始めるわ。なるほどな。春日井さんにも何か思い当たることがあるってことですか？ないとは言い切れないわね。社長だからって全てがわかるわけじゃないもの。私はあなたたちに協力してるつもりだし嘘もついてないわよ。なるほどな。ま、社内の動きは調べてみるから何かあったら教えてあげるわ。お願いします。ま、リンに会って直接聞くしかねえんじゃねえか。結局会えるのそんな簡単に。それよりもそろそろパトロールにでも行こうぜ。やだ。よし、中央通りでも見て回るか。はいはい。まあ、とりあえずカイトと男と行かなきゃいけないの？ちょっと嫌かも。カイトのシーン大体ちょっとカットしちゃってるしね。あの見てる人もしかしたら誰これってなってる可能性もあるからね。はい、よし来ました。そういや、瓦礫用のサーフェイサーが切れてたの唐突に思い出したぜ。何それ。まとめて買って帰るから運ぶの手伝ってくれよ。はい。何渋い顔してんだよ。飯でもおごるからさ。そうだね、これ見たいね。ん？何言ってんだって。え？待て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 。あ、なんだこいつら。ハンターだなこれな。逃走中のハンター来たぞ。貴様ら、リンの協力者だな。あ、前回リンと共闘したからなんか勘違いされてる。まあ勘違いでもないけど。はあ？俺たちがか？彼女の身柄を渡してもらおう。もしくは居所を吐いてもらおう。なるほどね。んなこと言われても俺たちが知るわけねえだろ。隠し立てするとためにならんぞ。しょうがねえ、脱がすかジジイ。勝手に親衛隊になっとくか。とりあえずサクッと親衛隊です。はい。親衛隊だと、やはり関係者だったか。あの関係者ぶっとく、とりあえず。全然知り合いとかじゃないけど、とりあえずぶっとく。おい、俺まで勝手に入隊させんなよ。いいじゃん別に。少々痛い目に遭ってもらうか。大人を舐めるとどうなるか身をもって分からせてやろう。最悪だよ。まあやるか。あ、よかったよかった。一緒に待って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 待てよ待てよ、ちょっと待てよ待てよ。おいカイト、お前オタクだよな。こいつ今フィギュアをさ武器にしてなかった？え、これ今絶対フィギュア武器にしてたよな。お前これ炎上するぞ。お前それ炎上するぞ。お前それ絶対よくない。あ、ばいばいばい、ちょっと待って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 。お前がフィギュアなんて使うからだ。よ
押し込んだこと、もうフィギュアに気は取られないぞ。よし、まず一人。はい、BBBBABB、はい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 、A、次 A、 はい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 、よしよし、いいぞ。あの、まがいものではない。待てよ姉ちゃん、一見付き合えや。待てやってやってるわけにもいかないので、とりあえず戦っていこう。よし、これで終わり。はい、やっつけました。お前フィギュアはまずいって、これ炎上するぞ。お前知らないぞ。お前、まあもう凛としてるけど下パンツ一枚。おととい来やがれ。やればできるじゃん、パンツだけど。ま、戦ったのはお前で俺は逃げ回ってるだけだったかな。いや、お前フィギュアでこれでもかってくらい、ま、叩きつけてたぞお前。もしかしてさっきの奴らが前に言ってた黒服連中、はい、大資本製薬に縁がありそうな奴ら。まあそういうことだね。俺たちのことを凛の関係者と思ってたみたいだけど。はい、お前がこの間トーコと一緒に凛を助けたからだよな、きっと。まあそういうことですね。こりゃあの姉ちゃんの知らないところでなんか動いてそうな線が濃厚だな。知ってた。いるいるいる、こういう知識マウント取ってくるやつ。知らねえのにな、知ってたとか言ってマウント取っちゃうやついるいるいる。だいたいこういうやつ、来週の火曜日暇って言われたら、暇じゃないけど、まあいけるとか言って暇だって思われたくねえタイプだから。秋葉が狂ってきてるぜ。まあなんかかっこいいようなこと言ってるけど、お前今パンツ一枚だからな。というわけでパトロール終わりましたと。さあ、めでたしめでたし。おいおい、フィギュア、ちょっと待って、フィギュアソファーに刺さってやがる。おい、喋ってんだぞ俺が今、ジジイ。ん？先輩、携帯鳴ってませんか？メールの着信かな？おいおい、なんだこのノータイトルってタイトルのメールは。お前、ビジュアル系の新曲のタイトルかよ。あれ？でも送信者リンダ。すぐに秋森神社へ来て、必ず一人で来ること。まあ、やらしいこと考えてやがんな、この女。まあ、しょうがない、言ってやるか。空を自由に飛びたいな。ヘイ、俺の拳。ヘヘヘ、やべ、逃げろ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 。ちゃんと一人で来たよね。初めての宇宙、七里と宙、にゃ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 。約束のものは用意できてるんだろうな。よこのこと出てくるなんて、本当にお人よしね。お前呼んどいて、それはねえだろ。やっぱりこのメアドはあなたのものだったのね。はい、あなたのメールアドレス、大資本製薬から持ち出したデータの中にあったわ。あ、そうなんだ。なぜかしら。知るか。大資本製薬が俺のことをして、いや、リンのファンクラブ、そうだよ、親衛隊だもん今。え、あ、喜んでる。ちょっと待って待って待って、意図せず喜ばせてしまった。それはその、ありがとう。お、そういう感じなんだ。俺、ふざけないで、このクソ男とか言われるのかと思ったのに。確かに、ファンクラブも大資本製薬が運営してるから。そういうことだよ、じゃあ。で、そうじゃなくて。あ、そうなんだ、違うんだ。他に考えられる要素があるでしょ。ん？あなた、最近バイトに申し込んでない？メールで、レアグッズ目当てに。契約書にサインはしたんだろ。え、何の話？いかなる行為も拒否せず、忠実に。協力及び実行する。対価として、こうはオツの望む希少価値の高いフィギュア、冊子、グッズなどを提供するものとする。こんな文章最後まで読むわけねえだろバカ野郎、早くフィギュアよこせ。あ、やりました。でも結局あのレアグッズもらえなかったですね。気になる方は1話見てください。そう、そのまさか、はい、大資本製薬にあったアドレスは組織に、バイト申し込みをした人たちのもの。ああ、そうなんだ。アングでグドンで鈍感なあなたにでもさすがに想像つくでしょ。何、アングでグドンでって、お前誰がわかるのその言葉の意味。きっと悪口でしょ。お前絶対写像とか使うタイプだろお前。大資本製薬と組織はつながっている。あ、そうなんだ。何のために彼らが手を組んでいるのかはわからないけど、まがい者と何らかの関わりがあるのはまず間違いない。なるほど。ちょっと強がっとく。ちょっと強がっとくか。俺もそう思ってた。お前家でカレー食ってただけなのによ。目が泳いでるわよ。ごめん、バレた。ただ私の目的だけは教えといてあげる。はい。私はまがいものを一掃し、その根源を断ちたい。なるほど。そのためには
手段は選ばないわ。はい。まがいものは人の世にいてはいけない存在だから。なるほど。でも俺ね、あのね、ぶっちゃけ話ちゃんと聞いてなくてストーリーよく分かってないんだよね秋葉の平和を取り戻す。その点では私とあなたたちの目的は一緒かもしれないわね。まあそうだね。だから条件次第ではあなたたち秋葉自警団に協力してもいいわ。飯食い放題。一つ、私の詮索はしないこと。いやそれ無理があるって。そして二つ目、あなたたちと一緒にいる時風雫をこの件に関わらせないこと。そういう分岐ある？もしかして彼女とは昔ちょっとした因縁があってね、顔を見るのも嫌なの。いや3日も一緒にいりゃ慣れるって。私は有益な情報をたくさん持っているわ。知っての通り戦う力もある。まあまあまあ、確かに前回一緒に戦ったからね。雫を追い出しても全く問題はないはず。いやー、あのね、仲間外れとか俺そういうのあんまり好きじゃないから無理だな。カイトじゃダメかそれ追い出すのカイトじゃダメか。よく考えて、あなたたちが最終目的にたどり着くにはどの選択が正解かを。はい、考えときます。あともう一つ忠告しておいてあげる。頼んでもねえのによく言うなお前な。ハモー前夜、はい、彼が秋葉自警団というより、うん、あなたを探しているわ。しつこいなあいつ。近々あなたたちの前に現れるかもしれない。はい。一度飼っているからといって慢心しないことね。わかりました。さっきの提案の答えはしばらく待ってあげる。はい。じゃあね、迷えるおバカさん。お前マジで、お前アディーレ法律事務所にお前のこと言うからマジで。っていうわけだったな。とりあえずモグラ戻る一回。驚いたな、リンから協力するって申し出が来るとは。私は一人でもまがい者たちを追うから。いやそれはちょっとないわ。とりあえず保留にしておけ。しょうがないな、仲間にはしたいけどね。それよりもそろそろ定期パトロールに出かけてくれるか。お前さっき言ったばっかだぞ俺お前年寄りのご飯じゃねえんだからさなあさっき言ったばっかなんだよ俺。雫という踊橋方面を見回り。わあでも残念だな、これ着替えできるのにさ、コスチュームにさっきのあのストプリの衣装がないのはめっちゃ残念。まあの時限定なんだ、まあしょうがねえ。ってわけで、じゃあもう今回は時間的にこれまでかな。で次回、しずくちゃんと一緒にね、あの淀橋方面にパトロール行こう。お前どこ触ってんだお前それお前どこ触ってんだお前、もう見せられないよ。もういい、終わる、バイバイ、お疲れ。